はい、おはようございます。11月16日、果たして何曜日なのかちょっと分からなくなっておりますけれども、なんと今日、今日の深夜から、日本から上海に戻ってきております、ゴロホでございます。ということで、今朝の一言始めていきたいと思います。稲盛和夫さんの一日一元より、今朝の一言は、小善と大善。ということで、解説文を読んでいきたいと思います。親が子供を甘やかすあまり、子供は自分では何もできないようになってしまい、成長するに及んで人生を誤ってしまうということがある。逆に、厳しい親に育てられた子供は、自分を鍛錬することを学び、人生における成功者になるということがある。前者を小善、後者を大善という。はい、ということなんですけども、これ、そうですね、なんか今回は、なんかしつけみたいな、感じのテーマでありますけど、これ会社でもそうですよね。なんか自分がどういうタイプだったかはちょっと置いといてなんですけども、結構やっぱり厳しい上司の方が、後々考えると、やっぱあの時厳しくされたことが自分のなんか成長にすごい生きてんなっていうのはやっぱ感じるかなって。その当時はね、うるせえなとかなんか細けえなとか思ってましたけど、やっぱ大事な時期に大事なことをね、厳しく徹底されて教わったっていうのは、非常にやっぱり自分でも感謝してますし、あの時はあそこで頑張ってなかったらもう全くダメダメ人間になってたなと思うんで、そういう意味では子供に限らず、会社組織においてもこういった厳しい上司っていうのは非常に大事だなと。とかくね、会社の場合だとメンバー持ち始めた時だったりすると、メンバーに好かれようと思ってね、なんかなんていうんですかね、ごますったりとかね、そんなことをしちゃう人もいるかもしれないですけども、本当にメンバーのことを考えたら、そこは厳しくね、間違ったことがあればですけどね、間違ったというか、考え方が間違ったというかね、そういうことの時はちゃんときちんと指摘してあげるっていうのが大事かなというふうに思ってます。というのと、一方で、ちょっと違う観点でいくと、今結構ウェブ業界でいくと、スラング的な英語がちょっと流行ってるというか、それをこの間ちょっと見つけたのでお話しすると、DYOR というのが、なんかツイッターとかでね、よく書かれてるケースがあるんですけども、どういう意味かというと、 Do your own research ということで、まず自分で調べろと、人に聞く前に調べろみたいなね、そんなことを言われてますけど、これはとかくね、僕も調べるのやっぱめんどくさいじゃないですか。だからそうするとすぐ知ってそうな人に聞くっていう手法をだいぶ取ってたことがあったんですけども、今世の中的には情報がありふれてるし、ちょっと調べればねすぐわかるんで、やっぱ他人に聞くってことは他人の時間を奪うってことなんで、っていうのと、あとこんだけスピードが速い時代なんで、すぐ分かんなかったり、新しいことできたらすぐ調べるみたいな、っていうことを、癖にしとかないと、どんどん遅れていくし、周りからの信頼もなくなってくると思うんで、ちょっと話はそれましたけども、DYOR ですかね。Do your own research は特にね、50代、僕世代のおっさん世代は気をつけた方がいいんじゃないかなというふうに思った次第でございます。ということで、これからもしばらくは上海にいると思いますんで、上海から引き続きお届けしたいと思います。今日も頑張ってまいりましょう。